画用紙で作る彼岸花の詳しい作り方を音声解説入りでご紹介します。八つ切り画用紙を細長く4つに切ります。これが花1つ分になります。下の端に幅1センチの両面テープを貼ってください。これを6等分します。その1つに5ミリ間隔で印を入れていきます。そして切るところが分かるように縦に線を入れていきます。端から2番目は切り落とすところです。こんな風に印が入りました。印が入っていないものと3枚重ねて、斜線をつけた部分、切り取る部分にホッチキスを2箇所留めます。そうして重ねたまま切っていきます。ホッチキスで留めているのでずれる心配がありません。最後にホッチキスで留めたところを切り落とすと、3枚がバラバラになります。鉛筆の線は消しゴムで軽く消しておきましょう。慣れてきたら線を入れずに切ります。3枚重ねて端から7、8ミリのところにホチキスを留めます。そしてこのまま4ミリから5ミリぐらいの幅で切っていきます。最後の方で辻褄を合わせてホチキスの部分を切り落とすと、同じように作ることができます。これを6枚作ります。園芸用のワイヤーを端から1センチほど折り曲げて、両面テープを剥がしたところに引っ掛けます。この端から1つ切った部分のところですね、ここに引っ掛けて貼り付けると、これで少々引っ張っても外れません。端からくるくると巻いていきます。この時斜めにならないように丁寧に巻いていくのがコツです。6本できました。次は花びらをカールさせていきます。六角形の鉛筆に巻きつけると滑りにくく、きれいにカールができます。しっかりと根元までカールさせてください。一周したら2周目も同じようにカールさせていきます。この時も途中でやめずに根元までしっかりとカールさせてください。
ヒガンバナはおしべとめしべが長いのが特徴ですから、最後は3本ほど残してください。6本出来上がったらまとめていきます。きれいに揃えてキュッと花の根元までまとめます。この部分をしっかりとねじってください。この後ストローに差し込みます。ストローが少し太めだったので端を折り曲げて抜けにくくしました。また曲がるタイプのストローでしたから、これを強く引っ張ってこの部分を伸ばし、それに差し込みました。それから鼻を広げていきます。ちょっと見えにくいので上から見ながら広げてみましょう。外側へ外側へとこう広げていきます。6つの鼻が同じ間隔になるように広げていきます。実際は茎は伸ばしたままで作業してください。これで花の出来上がりです。穴の大きい段ボールを細く切って花立てを作りましょう。丸いお箸を穴の中に差し込んで通します。段ボール箱を細く切り、切り込みを入れておきます。そこに先ほど作った割り箸を刺した段ボールを挟み込んでいきます。これにヒガンバナを刺していきます。そうすると咲いているような感じに仕上がります。段ボールの部分は色画用紙などで隠しましょう。斜め上から見るとこんな感じになっています。赤や白の画用紙を使って作ってもいいですね。また花瓶に飾ったり窓辺に飾ったりするのもいいです。いろいろ工夫をしてみてください。 BGM は青い彼岸花にちなんでポンヨヨさんの青い月のダンスを使わせていただきました。